あれれ、雨が降ってきたよ。急いで中に入らなきゃ。ダミアン君も早く行こうよ、濡れちゃうよ。俺は一人でも。キャッ、水子ちゃん、大丈夫？痛いよ。どうしよう。あ、そうだ、僕炭治郎先生を呼んでくるね。え、これタミヤ君のお洋服だよ。だって濡れたら寒いから。ダミアン君。アクション。善一君大丈夫？僕は大丈夫だけど、禰豆子ちゃんは転んでて怪我してたから。禰豆子ちゃんならちゃんと保健室で手当てをしてもらってるから大丈夫だよ。それならよかった。寒い。え、ダミアン君、こんな格好してたら風邪ひくよ。別に寒くないし。もうそうやって強がって。炭治郎先生から聞いたけど、禰豆子ちゃんに上着を貸してあげたんだって。あ、それはね、とってもとってもいいことだよ。だけど自分の体も大切にしなきゃダメだよ。知ってるもん。タミヤン君が頑張り屋さんなのも先生知ってるから。でもその分甘えてもいいんだよ。そんなの別にいい。あ、言っちゃった。ん、ちょっと顔が赤かったけど、もしかしてもう風邪？どうしよう、すぐ追いかけて着替えさせないと。行くぞ、とりゃ。おらーい、おらーい。ははねずこちゃんったら、どこであんな言葉を覚えたんですかね。親がガソリンスタンドに行った時とかじゃないですかね。ほんと、園児たちって癒しですよね。そうですね。善一くん、パスだよ。よし、ダミアンくん、シュートシュート。あ、って、あれ、なんだかフラフラして。ダミアンくん、ダミアンくん、ダミアンくん、先生、助けて。ダミアンくん、大丈夫かい？これは、ひどい高熱だ。え、でも、今朝、体温チェックした時は平熱だったのに。もしかしたら、風邪気味だったのに運動してぶり返してきたのかも。どうしよう、炭治郎先生、私、どうしたら。アーニャ先生、落ち着いてください。え、先生がこうやって取り乱すと、園児たちにもその不安が伝染しちゃいますよ。ダミアン君、目を覚ましてよ。あ、そうだった。私は幼稚園の先生よ。こんなことで園児に不安を与えるなんてダメ。みんな、ダミアン君はちょっと体調が悪いだけなの。今から忍先生がいる保健室に連れて行くから、みんなは心配せずに炭治郎先生の指示に従ってね。ダミアン君、大丈夫なの？うん、私と忍先生がそばにいるから大丈夫。そうだよね。それじゃあ炭治郎先生、私はダミアン君を連れて行くので、他の園児たちのことお願いしますね。はい、アーニャ先生もダミアン君をお願いします。あれ、ここは俺、みんなとサッカーしてて、ダミアン君。うわっ、よかったね、覚ましてくれて。話せよ。あ、ごめんごめん、ダミアン君が目を覚ましてくれて先生嬉しくてつい抱きしめちゃった。なんだよそれ。ダミアン君ね、サッカーをしている時にフラッとしてボールが当たってそのまま倒れちゃったんだ。ふーん。先生すっごくびっくりしたの。え、なんで？だって大好きなダミアン君が倒れたんだよ。
大好きって。だからね、こうして目を覚ましてくれて嬉しいの。タミヤン君もこんな美人な先生に看病されて本当は嬉しいんでしょう。別に。もう素直じゃないな。嬉しいとか別にそんなんじゃないもん。何なんだよ。あ、そうだ、タミヤ君もお熱が38度もあったからお家の人に連絡してお迎えに来てもらうことになってるよ。どうせ父さんじゃないんだろうな。きっと俺のことなんて。タミヤン君、どうかした？別に何でもない。あ、もしかしてお手伝いさんじゃなくて親御さんに来てもらえないかもって悲しんでいるのかな。タミヤン君、あのね。何？確かにダミヤ君のお父さんは忙しいからお手伝いさんを来させるって言ってたよ。そんなこと。だけどね、そんなことでお父さんは失望なんてきっとしないし、私がお父さんよりもいっぱい愛情を注いであげるから、たまには大人に頼るんだよ。え？あ、うん。え？え？俺に愛情？嬉しくなんかわけじゃないけど。さっきから一人でにらめっこをしているのかな。違うし。まあ、まだお迎えまで時間があるし、先生が絵本を読んであげるからもう少し寝ようね。うん。あら、最後は素直だ。まあ、いいから絵本早く読んでよ。出る素直なダミアン君は可愛い。普段ツンツンだし。じゃあ呼ぶね。昔々あるところに。ダミアン君、昨日は本当にごめんね。え？僕のせいで倒れたんだよね。あれはその風邪で。サイツ君は悪くないし。どうなの？よかった。ダミアン君、元気になってよかったね。ああ。ダミアン君、僕ダミアン君のこと大好き。え？ダミアン君本当に大好きだよ。うわ、こっちに来るな。待てよ。嬉しいけど、なんか違う。炭治郎先生。ダミアン君って今心の中で絶対嬉しいけど違うって思ってるでしょうね。ですね。きっとアーニャ先生と話している時もそうですよ。え？どういうことですか？それはダミアン君のことを考えて内緒です。え？お預け食らった。ダミアン君もアーニャ先生も鈍感と不器用だからなかなかお互いの気持ちが伝わりにくいよね。鈍感なアーニャ先生に本音が言えない不器用なダミアン君、これはこれでとっても微笑ましいから、もう少し見守らせてもらおう。